こんにちは、輸出サポーター堀秀夫です。日本は地獄かということでね、いやまあ本当に日本が地獄だと、まあ、思ってるわけじゃないんですけど、まあ、話を分かりやすくするのにね、日本は物を売るには地獄だ、ね、輸出をすれば仕入れ場所としては天国だという話をしてるんですけど、まあ、今日から消費税が上がってね、いろいろ Facebook やら Twitter やら、ニュースやらで上がってくる記事を見てると、いやいや比喩とかね、極端な話じゃなくて、本当に日本人の消費者ってね、日本人消費者ってまあすごいねとね、いうのを実感しました。まあ、昔ね、私がちっちゃかった頃だから、ちっちゃかった頃ってもう35年前とかね、その要はバブルの前ぐらいによく主婦が1円でも安いものをチラシで見つけてね、自転車で20分こいで買い物に行くとかいうのをバカなことしてるねっていうのをね、無駄な節約というのでね、よく話に出たんですけど、今回のこの消費税の値上げね、まあ言っても 2% だから、まあせいぜい車以上、まあ家だったら多少あれだけど、日用品でね 2% って、だって1000円で20円だからどうでもいい金額じゃないのと思ってたんですけど、なんか結構ね、そういうもんでもないらしいとね。まあ日本はまさに地獄、ネタとしか思えないせこい客、やっぱり日本でビジネスをするのは凡人には無理だなというふうに思いました。トイレットペーパーを買いに行ったらね、トイレットペーパー売り切れてると、ね、なんでかなと思ったらね、ああそうか、消費税の、駆け込みのせいかって。だってトイレットペーパーって多分安きゃ300円、まあ普通400円ぐらいだと思いますけど、 2% ってだって8円ですよね。8円安いから今のうちに買ってまとめて置いとこうと思うんですかね。まあ本当に8円値上げするかどうかも怪しいですよね。398円で売ってたとして、それが8円値上げして406円で売れるのか。いやきっと日本のことだから、やっぱ406円じゃ売れないからね、お値段据え置きですねってなると思うんですけど、まあもとい、ね、8円節約のためにトイレットペーパー買いだめちゃう。それからね、今日からもう上がってて、テイクアウトすれば、8% のテイクアウトすれば 8% の消費税だけど、店内で飲むと 10% と。いやそんなね、なんかどれが8でどれが10かとかね、まあ、そんなの気にするやつそうそういねえだろうとね。まあ極端にせこいやつは気にするかもしれないけど、まあ、普通どうでもいいだろう 2% ぐらいと思ったら、これもね、本当に気にするのとね。4円、いやいや持ち帰りで4円節約するんだったら、別に初めから自分でね、入れればそんな200円とか100円とかしないんだし、安くていいんじゃないのかなと思うけど、この中途半端な節約が好きなんですかね。まあよくわかんないけど、何しろ、いや持ち帰りだったらね、8% だったのに間違えて店内で飲んで 10% になっちゃったっていうね、ネタかよと思うんだけど、まあどうも書いてある調子を見るとネタじゃなくて、本当に本気で後悔してるんだなと。挙句の果てに、まさに、まあ、せこい人がいるねぐらいで、この上の2つはいいんですけど、まあ、まさに日本のね、大変さを象徴するのが、400円のコーヒーを450円値上げするのはおかしいと、クレームをつける、作家がいると、なんて読むんだこれ、まあ、よくわかんない作家ですけど、まあ、ね、400円のもの 2% 値上がりするってことは、400円が408円になるんだろうと。ね、なのに450円ってことは 12.5% の値上げ、ね、で 2% ね、の値上げなら分かるけど、あとの 10.5 は何だと、根拠を説明しろ。まあどうでしょうね、まあ、日本でその400円を450円にして、ね、450円高いと思う人は来ないでいいですって言って商売が、やっていけるのかどうか分かんないですけど、少なくともね、400円を450円に値上げして、この根拠を説明しろって客が来なくなってくれるなら、それだけでも十分値上げする価値があるなというふうに思いました。ね、めんどくせえじゃん。ね、別にいくらで売ろうが俺の勝手だろうってとこだと思うんですけど、日本で売る場合にはね、値上げのために根拠がいると。そういえば昔、ね、私のサポート費用はなんでそんな高いんですかと。ね、
いやいや、金払ってもそれ以上に稼げるからこんだけいただいてますって言ったら、根拠を教えてくださいっていう人いましたからね。いや、お引き取りくださいって断ったのを思い出しました、今急に。まあ、もといい、ね、値上げするのに理由が必要と。ね、別に、理由、公共事業じゃねえんだから、理由なんていらねえよと。ね、俺が450円で売りたいから450円で売るんだで、いいんですけど、それが許されないのが日本。やっぱり厳しいですね。日本人に売るなら地獄、仕入れ場所としては天国。日本に住んでいるのにアマゾン輸出をしないのは大損です。え、何唐突にって感じなんですけど、日本でね、商売して稼ごうと思ってもどっちみちもう無理なんで、輸出して稼いだ方がいいです。でね、この一番上にスクロールすると、あ、違う、今見えないけど、この横にね、一番上の横にアマゾン輸出のメールセミナーの、登録フォームがありますんで、そちらにメールアドレスとお名前をクリックして登録するボタンを押して、アマゾン輸出の、情報をチェックしてください。これね、まあ、オーストラリアに輸出しましょうっていうのを私は進めてるんですけど、オーストラリアでこの話をしたらね、いやいや、そんなのありえないでしょ、ネタでしょと。今、日本でね、やってたみたくね、どれが 8%、どれが 10% なんてね、あんなの視聴率取れないよね。だって、どうでもいいじゃん、8円、4円の話でしょという話でね、日本人以外は多分あれ、反応しないと思うんですけど、まあ、すごい大変な、ね、値上げに根拠が必要と、公共事業じゃねえんだろうと、これね、日本以外の国だと思う、今や世界中で、本当、日本人ほど値段に厳しいというかね、民族というか、人種はいないだろうなというのをね、つくづく実感する出来事でした。その値段に厳しい日本で仕入れたもの、ね、標準的な国、あるいは緩い国に売れば儲かります。で、今世界でも有数の、ね、緩くて浪費家の多い国オーストラリアでアマゾン輸出ができます。アマゾンが上陸してますんでね、日本のものを買ってアマゾンに送るだけで、稼げますんで、まあ、日本確かに稼ぎにくいねと、先行き心配だねとね、将来、年取っても働く仕事が欲しいねという方は、まず無料メールセミナーに登録してください。輸出サポーター堀秀夫でした。